皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今ですね、大阪城公園の中ですね、います。今回はですね、ちょっとね、手ブレ補正のね、検証をね、しようかなと思います。はい。で、今使ってるカメラがですね、 GH5 ですね。いつも Vlog で使ってるカメラですね。でもう1台今日持ってきたんですよ。めっちゃ重かった、GH5S ですね。で、 GH5 と GH5S の手ブレ補正の検証だけではなく、ちょっとね、スタビライザーも持ってきてるんですよね。スタビライザーっていうのはね、より手ブレを強力に補正してくれる機材ですね。はい。まあ、ビデオグラファーの人とかはね、結構プロの人とかは使ってるような機材ですね。で、スタビライザーがですね、ジウンのクレーンプラスかなっていうのを買いましたので、それを使って、検証していきたいと思います。はい。まずですね、GH5 を素手で持ってる状態で、こっからですね、向こうの奥まで歩いていきます。はい。で、同じく GH5S で素手で持ってる状態で、奥まで歩いていきます。はい。で、その次に今これね、ミニ三脚で持ちながら撮影してるんですよ。あのマンフロットのね、ピクシブエボだったっけ、ちょっと忘れたけど名前ね。で、マンフロットのミニ三脚を持ちながら向こうまで歩いていくっていう感じですね。はい。と、あと GH5S でも同じように、マンフロットのミニ三脚で、奥まで歩いていくっていう、で、それで検証するっていう感じですね。はい。マンフロットのね、ミニ三脚で奥まで歩いていって、GH5 と GH5S の手ブレ補正の検証をするっていう感じですね。 GH5 にはボディ内のね、手ブレ補正があるんですが、 GH5S はボディ内の手ブレ補正がないです。はい。で、その違いも見ていただければいいかなと思います。レンズはね、全部同じにします。 8mm、18mm の超広角レンズ、パナライカのレンズですね。今ちょっと 8mm で撮ってます。なので、このレンズでやります。はい。で、それらが終われば、今度はスタビライザーを使って、レンズは同じですね、 GH5 と GH5S で、検証していきたいと思います。はい。で、大阪城のね、周りをうろうろするような動画をね、雑談であげようかなと思ってるんで、もしね、興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。で、うろうろ歩くのはスタビライザーでやるので、はい、すごい滑らかな映像になると思いますね。ということで、早速ちょっとやっていきましょう。はい。はい。じゃあね、今からね、向こうまで行ってみたいと思います。全く素手ですね。はい。ちょっと歩いていきますね。多分ね、すごいブレてると思う。で、 8mm、18mm のね、超広角レンズってね、なんかゴワゴワするんですよね。ゴワゴワするんで、ファームウェアアップデートだったっけ、最新のファームウェアアップデートでね、改善されてるみたいなんですよ。今回はね、ファームウェアは最新にしてます。はい。 GH5 も GH5S も、2019年の5月時点で最新のファームウェアアップデートを使ってますね。はい。これがね、片手ですね。片手持ち、どう見える？まあ、さすが、パナソニックのね、手ブレ補正って結構優秀なんですよね。それでもちょっとブレてるかなっていう感じじゃないかな。はい。これ片手ですね。右手だけで持ってます。はい。で、反対で、今度はね、逆方向で両手持ちでいきます。あんまり片手でもね、両手でもね、あんまり変わらんと思いますね、正直。うん。で、地面はね、デコボコしてるんじゃなくてアスファルトですね。はい。さあ、どういった感じでしょうか。後からね、映像を見てみてどんな感じになるのかなっていう感じですね。うん。はい。いや、それにしても今日はね、結構涼しい。うん、めっちゃ涼しい。うん、はい、こういう感じですね。結構ブレてんのかな。なんか大丈夫そうな気もするけど。はい。次がですね、GH5S の手持ちですね。片手でいきましょうか。ちょっとね、蹴られてるけど、まあ、超広角レンズ、ちょっと初めて持ってきたんでね。その蹴られは気にせずに見てください。あくまでも手ブレなんで。はい。ちょっと、やっぱあれか、超広角は蹴られるよね。まあ、ND フィルターに限りだけど、やっぱこの ND フィルターだとやっぱ蹴られるね。なんかその煙突の中から見てるような感じだから、逆に面白いかもしれない。ってな感じですね。うん。これがだから片手で持ってる状態、手ブレ補正なしですよ。結構やばいかも。で、次、両手持ちですね。はい。GH5S の両手持ちですね。さあ、行きましょうか。さあ、どんな感じになるのかちょっと分かんないけどね。でも、この蹴られがちょっとやばい。今両手で持ってるけど、うん、
てな感じですね。次まあ三脚使うまでもなくあれやけどね、ということでこんな感じですね。はい、続いてですね GH5 の、マンフロットのミニ三脚ですね、それを使ってる状態、まあ、これちょっと変えよう、もう片手かな、これ片手でですね、あんまり変わらんかもしれない、ただね、持ちやすいのは持ちやすい、ちょっと左行きましょうか、ね、持ちやすいのは持ちやすい、あーでも結構だいぶブレてるかもしれないこれ、ここら辺がちょっとどうなんのかっていうのはあるけど、まあやっぱしねスタビライザー使わんとあんまり変わらんかもしれんね、はい、こんな感じですね。ちょっと U ターンしましょうか、よいしょ、これが両手持ちかな、これね普通に歩いてますね、ジンバル歩きみたいなのはしてないです。はい、まあ、やっぱしね Vlog なんで僕はね2時間も3時間もずっとぶっ通しでうろうろするんで、今日もね大阪城の周りうろうろしようと思ってるんで、その状態でね膝を曲げてジンバル歩きすると多分腰を痛める。ただでさえ僕はあんまり腰痛持ちなんで、はい、っていうこともありまして、でこんな感じですねミニ三脚はね。次、GH5S かなで試したいと思います。はいはい、ということで GH5S のねマンフロットのミニ三脚ですね。これも外側蹴られてますけど、まあ、一応 15mmF1.7 持ってきてるんで、雑談の時はそっちでねちょっと使ってみようかな、ね、まあだから超広角レンズ、まあ一応ね書いてるんですよ ND フィルターね、ND フィルター使う時に書いてるんですよね、超広角レンズはダメですみたいな。今ちょっと両手持ち、さすがにねこれまともな映像にならないんじゃないかな、ボワンボワン揺れてるまである、この状態だと多分ねまともな映像にならないかなっていう感じですね、はい、U ターンですね、はい、今片手持ちですね、はい、片手持ちと両手持ち、今両手持ちですね、あんま変わってないかもしれないけど、っていう感じですね。あれね虫が結構いるんでね怖いんですよマジで、はい、これが終わったらスタビライザーかな、はい、ということでこれがですね GH5S にスタビライザーですね。じゃあ行きますよ、どんな感じ、ちょっと蹴られてるのはちょっと本当申し訳ない、超広角レンズ使ってるんで、 15mmF1.7 ねさっきも言ってる通り使うんで、はい、ぜひね雑談動画見てもらえたら、どんな感じかな、まあ、ねボディにテーブル補正ついてないんで、そこは結構気になる、やっぱねボディ内テーブル補正切らない方がいいんで、でねレンズにテーブル補正ついてないっていうのもある、だレンズ内テーブル補正とボディ内のテーブル補正を組み合わせてより強力なテーブル補正が得られるデュアル IS2 だったっけ、あれを使うとね多分ほぼ最強だから、パナのね 12mm35mm とか使うとかなりほぼ最強っすね。ちょっと回りましょうか、回る時もロックモードにすんの忘れた、こんな感じかな、こう振ってもこんな感じ、すごいでしょ、これでいきましょうか、こんな感じね、これしかも両手持ち、片手で持つとこんな感じ、片手で持つとね2キロなんで結構やばいと思う、普通多分両手持ち、スタビライザーは基本両手持ちやと思う、怖すぎるから、どんな感じ、これでもね微妙にブレてんじゃないかな、結構めっちゃ雑に歩いてますよ、言っときますけど、ジンバル歩きしてないんで、はい、こんな感じですね。ちょっと走りましょうか、走ります、もう一回行こうか、行くよ、これどんだけこれ全然ダメでしょ、これはブレるわ、これ多分いくらねスタビライザー使ってもブレてる、行きましょうか、もう一回向こうまでダッシュ、なんかカラスがいる、よいしょ、これどんな感じ
後で画面で確認しよう。はい、いやめっちゃ疲れた。こんな感じですね。はいはい、ということで GH5 ですね、ボディ内のテーブル補正がある状態でちょっと行きます。まあレンズ内のテーブル補正も欲しいよね。あったらどんな感じなんかなっていうのはあるけど、うん、まあ結構綺麗なんかな、どうなんだろう。そんなにねダッシュで歩いてないんで、まあ、ダッシュで歩いてないから多分大丈夫やと思いますけど、なんか後ろの人がめっちゃ気になる感じで、ちょっと奥まで行きましょうか。はい、これでまあぐるっと回ろうかな。こんな感じですね。こんな感じかな。まあ超広角レンズはいいんですけどね、あの蹴られるからね、だいぶ蹴られてるでしょこれ。まあもうちょっとズームしたらいいんですよ、もうちょっとズームしたら普通にいけるから。だいぶこの上と下グネグネやってんねんけど、やばい、変にそのこんな感じですね。まあどんな感じかちょっと見てみないと分かんないですね。はい、こんな感じかな。はい、ちょっとなんかカラスがいるな、あそこ行きたくない。はい、ということでこちらがね比較の映像になりますが、 GH5S はね相当やばいですよね。横揺れも縦揺れもだいぶ揺れてるんで、もう使える映像じゃないっていう感じですね。 GH5 に関しては縦揺れはまだマシなんですが、横揺れが結構ゆら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 してるっていう感じかな。で続きましてジンバルと GH5 の手持ちですね。ジンバルはさすがの手ブレ補正機能ですね。縦がちょっと若干微妙な感じがしますけども、まあ、GH5 と比べて横揺れはもうほぼないんじゃないかな、ジンバルはね。縦がね若干、まあ、歩く振動でっていうのは仕方ないことかもしれないけどね。で最後にジンバル同士の比較ですね。こちらに関しては予想外かな、 GH5S がもうちょっと揺れるのかなと思ってたら、手ブレ補正なくてもジンバル使えばわりかし使える映像になったっていうことが衝撃でしたね。明るさはねちょっと設定ミスってるんでちょっと申し訳ないですね。ということで今回のね手ブレ補正の検証はどうだったでしょうか。はい、次回ですねこれ持って大阪城のねちょこっちの中かな、中の方にちょっと見えないよね、こっからだと見えないんで、中に入ってねちょっと検証してこようかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はねここで終わりにしたいと思います。はい、まあ、もしよろしければね高評価とチャンネル登録お願いします。はい、で次あれですね 15mmF1.7 でやります。はい、15mmF1.7 でやるんで、まあ、もしよろしければねそちらも見ていただければいいかなと思います。はい、I can't